こんにちは町長の山名総吾です飛岸花が見頃を迎え上川町でも秋を感じる今日この頃ですが皆様にはいかがお過ごしでしょうか新型コロナウイルス感染症対策においては9月26日から感染者数の全数把握が見直しされました また第8波の新型コロナウイルス感染に対応するためオミクロン株対応のワクチン接種も進めてまいりますので住民の皆様には基本的な感染対策とワクチン接種について改めてご協力をお願いいたしますさて4日には第17回上川町美術展が開催され日本画洋画書 写真、調査・工芸の5分野から185点の作品が出展され、600人を超える皆様にご鑑賞いただきました。作品の持つ力強さをいつも感じているところですが、10月広報でも町内入賞者の方々の作品を紹介していますので、ぜひご覧ください。10日には上川中学校運動会が 17日には幼稚園・小学校合同運動会が開催され私は一致団結諦めない長谷小学校の大会スローガンのもと開催されました長谷小学校の運動会に参加してまいりました秋日和のもと子どもたちと地域が一体となった運動会記憶に残る一日になったと感じています14日には 小寺議会議長とともに県知事との中播磨地域づくり懇話会に出席しました私からは公立神崎総合病院の重要性と県立播磨姫路総合医療センターとの連携強化 JR 万端線や農林業への支援議長からは県道の拡幅や河川内土砂の取り除きなどを要望しました 22日には西播磨館内選出の県議会議員との要望会が開催され上川町の県道改良工事について要望を行いました兵庫県予算も厳しい中なかなか整備が進んでいない状況ですが県と町が知恵を出し合いながら安心安全な上川町づくりを目指してまいります17日には 神戸学院大学で地域連携フォーラムが開催され、大学が進める大学と地域との連携について意見を交わしました。神戸学院大学とは、平成27年からの3年間、上川プロジェクトとして、現代社会学科の大学2年生の生徒さんが上川町を訪れ、地域活性化への政策提言や地域の魅力を発信する 音楽や動画制作を行っていたただきました上川町誕生10周年記念式典では学生の代表の方にスピーチをまたプロジェクトに参加いただいたシンガーソングライターの綾尾さんと山田昭義さんから宝物の歌と動画を披露していただきましたこの取り組みは当時 神戸学院大学の清原教授と現上川町議会澤田議員のご縁でスタートした事業でした人と人とのご縁でこのような事業を展開できたことに感謝しつつこれからもいろんな学校や企業と連携をしながら上川町のまちづくり地域創生に生かしてまいります21日には JR 万端線維持 利用促進を目的に、すでに結成しております上川町をはじめ、朝来市、JR 西日本、田島県民局など、ワーキングチームによる利用促進に向けて、具体案など議論を深めました。すでに、派生駅では、利用促進協議会によるさまざまな取り組みをしていただいておりますが、今後、公共交通機関の利用促進に向けて、 様々な取り組みを具体化してまいりますので住民の皆様の積極的な利用をお願いいたしますえ、28日には上川町議会が閉会しましたえ、急激な円安に歯止めがかからないことや価格高騰が続いており私たちの生活に大きく影響を及ぼしていますえ、町としましても議会最終日に 価格高騰対策として、高齢者、障害者施設や保育施設への支援金、町民の皆様向けへの商品券、非課税世帯への給付金など承認可決いただきましたので、早急に準備を進めていきます。また、一般質問では、4人の議員様から、農林業の再生、中学生への通学自転車補助、 通勤費補助学童保育バス通学2050上川将来ビジョン自治体 DX ふるさと納税などの一般質問を受け意見交換を行ってきました引き続き魅力あるまちづくりに向け議会とともに前進してまいります10月に入りますと2日には3年ぶりの開催となります 上川ヒルクライムが開催されます殿峰高原のすすきも見頃を迎えるなど上川町の秋を感じる絶好の季節となりました町民の皆様にはイベント等にも参加していただき少しずつ日常を取り戻していきましょう結びになりますが超大型台風14号の接近に伴い警戒を強めていましたが大きな被害がなく 胸を撫で下ろしたところです引き続き次の台風等に備えて参りますこれから一気に秋が深まってまいります朝夕の寒暖差には十分気をつけていただきコロナ対策と合わせた健康管理をお願いしまして10月のご挨拶とさせていただきますありがとうございました